石破内閣、支持率 28% という夕刊フジの記事を紹介していきたいと思います。そして日本保守党、さらに、高橋洋一さんの、記事なども紹介していきたいと思います。はい、いきなり危険水域、支持率 28% というですね、まあ、石破政権、の、まあ、記事でございます。ちょっと、こちらの方からね、読んでいきたいと思います。これ、数字としてはね、結構正しいと言いますか、正確性が高いと思います。時事通信のですね、個別面接方式という記事内にもね、書いてありますけど、まあ、とりあえず先それを言っておきましょう。はい。時事通信調査発足直後、過去最低の 28%。時事通信が17日公表した、石破内閣、発足後初の支持率が 28% といきなり危険水域に突入したことが永田町に衝撃を与えている。衆院選27日投開票が中盤を迎える中、報道各社の情勢調査で石破首相総裁率いる自民党は15年ぶりに単独過半数233を割り込む可能性が指摘されている。石破首相の変説や表変、安倍晋三元首相を国賊と罵倒していた人物の入閣などが影響しているのか、何かの間違いかと思った。発足直後で政権末期レベルのひどさだ。自民党ベテラン議員は時事通信の調査結果に驚き、こう語った。保守系議員は場当たり的に旧安倍派などを切り捨てた反動だ。閣僚、党役員人事や派閥、裏金事件をめぐる非公認、比例重複せずなど十分な討議や説明を尽くすべきだったのに、不透明なまま決断を下し、党内外に怒りと失望が拡大したと断じた。永田町を、激震させた時事通信の調査は11日から14日、全国の18歳以上の男女2000人に個別面接方式で行ったという、2000年以降発足直後に 28% という支持率は、森喜朗内閣 33.3% を下回って過去最低という、石破首相は17日、長野市の街頭演説で、大型の補正予算編成に取り組む意向を示し、物価上昇に負けない賃金の上昇を必ず実現する。物価高に苦しむ人への給付や、新産業に対する支援を行うと語った。衆院選は中盤に突入したが挽回できるのか、ジャーナリストの鈴木哲夫氏は、石破首相は総裁選ですぐに解散しますという言い方は私もしません。と公言しながら、早期の解散総選挙を決断した時点でつまずいた。改革を掲げて国民の世論の高い人気を背景に首相になっただけに失望の反動も大きい。石破首相の党内基盤を弱く総裁選で後押しを受けた菅義偉副総裁、岸田文雄前首相、森山、博史幹事長などの、意向に配慮しつつ難しい舵取りを強いられる。衆院選の結果次第ではより厳しい局面に直面するだろうと指摘したと。とりあえずこういう数字が、まあ、下がって当然のようなね、ことを、まあ、しているので、まあ、なんでこんなことをするのかなという感じもしますけど。ということで、ちょっと、はい、こちらですね、有本薫さんがですね、街頭演説されたという話も、まあ、注目といいますかね、まあ、複数議席がちょっと予想されているので、ちょっと読んでいきたいと思いますが、複数議席っていうのはおそらく、名古屋、愛知のね、愛知1区の河村隆さんが小選挙区。で、それプラスですね、東京、あとは近畿、まあ、比例ブロックですね、東京、近畿、あとは、北関東、南関東あたりでしょうかね。まあ、それ、そういうところは有力視されているんじゃないかと思います。はい、ということで。日本を貧しく弱くする今の政治をやめさせる、日本保守党有本氏が街頭演説、序盤情勢調査でベストセラー作家の百田直樹氏が立ち上げた政治団体日本保守党は複数議席を得る可能性がある、共同通信と報じられた、同党事務総長で、比例東京ブロック1に、搭載されたジャーナリストの有本薫氏は17日夜、江戸川区の、船堀駅前で政策ビラを配り、街頭演説を行った。30年間日本人の給与は上がっていない。日本人は一生懸命、誠実に働いているのに負担ばかり増えている。江戸時代に一揆が起こるレベルの五公五民のようです。与党は給付金を出すというが、なぜ消費税を 8% 下げないのか。現在の日本を貧しく弱くする政治をやめさせる。
日本を豊かに強くする。有本氏がこう訴えると、帰宅途中に足を止めた100人以上の人々から拍手が起きた。メディアの情勢調査にも次のように語った。信用しません。政党要件該当の政党に比べて政治団体は条件が悪い。特権はなく、小選挙区と比例の重複立候補もできない。非常に厳しい戦いを続けている。どうか、日本保守党を新たな選択肢に、加えてほしいと、の記事ですね。選挙の情勢で結構いい感じって出るとね、そこのね、ところは、まあ、控えなきゃいけないと言いますか、まあ、警戒しなきゃいけないというかね、まあ、陣営がね、ちょっと緩んでしまうので、まあ、良くないんですよね。なので、まあ、そこのところは、適切な対処なんじゃないかなと思います。はい。最後ですね、はい、高橋洋一さん。自民党も立憲民主党も増税予選ということで、まあ、与党と野党第一党が増税路線というのがですね、もうちょっと絶望的なんですよね。まあそれはね、石破さんも支持率ね、下がりますよね。はい。まあでもね、野党第一党がなんか躍進とかいうのも、ちょっとそんな絶望的な感じしますので、まあ個人的にはね、もう第三極っていうんですか、まあもちろんね、日本保守党もまあそうですし、まあ維新の会、国民民主あたりにですね、まあ頑張ってもらうのがいいんじゃないかなとは思いますけど、まあちょっと記事の方ね、いきますね。自民と立民が増税路線で同調、震災後の悪夢が繰り返される財務省には千載一遇の好機か。金融所得課税の強化について、石破茂元首は自民党総裁選に取り上げた後で引っ込めたが、ここに来て立憲民主党の野田佳彦代表が 25% への引き上げもあり得ると強調した。野田氏は法人税も上げる余地があると述べたという、衆院選のタイミングでこうした発言をした狙いはどこにあるのか。石破政権はブレるので、金融所得課税については再びブレて課税強化を言いかねない。はっきり言えば消費税について自民党と立憲民主党がシンクロしているのが気になる。与野党、党首は、13日の NHK、番組で論戦した石破首相自民党総裁は消費税率について引き下げることは考えていない、当面上げることも考えていないとした。減税はやらない方針だ。立憲民主党の野田氏も消費税の減税に関し、高額な所得者が、額として一番恩恵を受けると述べた。一般的には消費税は逆進性があるので減税は低所得者ほど有利になる。だが、わざわざ額に言及して分かりにくくしているが、要は減税しないということだ。他の野党党首は減税に言及しているのに、自民と立民を歩調を合わせて減税に否定的だ。立民の新代表が決まった段階で危惧していたが、野田氏といえば、民主党政権時代に消費増税という、財務省の戦略にまんまと乗り、一部では使い勝手吉彦さんとも揶揄されていたらしい。石破首相も、財政緊縮と金融引き締めで有名だった人だ。衆院選では自民党と公明党は苦戦が見込まれ、自民の過半数割れを予測する人も少なくない。有権者の動向によっては自公で過半数割れもあり得る状況だ。その場合、負け方にもよるが、自公と立民による大連立にならないとも限らない。仮に台湾有事になると、大連立の大義名分ができる。そうした話は東日本大震災の時にあった。実際には大連立にはならなかったが、当時の野田首相と野党だった自民党の谷垣定一総裁は、共に増税志向だったので、復興増税と二度の消費増税というホップ、ステップ、ジャンプという財務省の野望が実現した。財務省は大連立にならなくても、この東日本大震災後の増税路線の再来を狙っているのではないか。増税したい財務省から見れば、自民と立民の両トップが増税志向というのは千載一遇のチャンスだ。ちょっとね、まあ絶望的なところではありますが、ちょっと最後にですね、やっぱり増税に関してはですね、まあ、片岡剛志さんが、素晴らしいことを言っていたので紹介したいと思います。片岡剛志さんの、X のポストですね。政治家たるもの、まず増税を考えるのは安易な道であり、増税による経済的なデメリットを考えれば責任ある考え方でもない。以上はもっと認知されてほしいですね。日銀審議員ね、9人しかいないんですよね。まあ、そのお一人であった、片岡剛志さんの発言として。
非常に意義深いと言いますか、重要だと思います。はい。こう書いた上で、増税が致し方ない局面は当然ながらあるでしょう。日本の財政に無駄が多いのは周知の事実。こう、そうした無駄に加担しているのが何でも増税に頼ろうとする政治家の存在であると、私などは思うのです。ということで、まあ、おっしゃる通りだと思います。ということで、まあ、私もですね、まあ、国会においては、まあ、そういうね、無駄をですね、まあ、指摘しているつもりでありますけれど、まあ、減税をね、求める勢力がね、少しでも増えるといいなと考えております。やっぱり高市さんが総裁選で負けたことによって、いわゆる右側、保守の票が行き場がないと。百田直樹さんの方にもショートメールで送らせていただいてるんですが、全部有本香里さんが仕切ってらっしゃるようで、要は何が言いたいかっていうと、いわゆる保守の応援する人の入れる先がないことについて、僕はその場を提供したい、僕はそこまでいわゆる極右とかゴリゴリの保守ってつもりはないんですけども、高市さんがあれだけトップで、党員投票とから見たら1位で通過して結局総理総裁になれなかったということは、そういう高市さんを応援した国民の声を集める政党がなければ、まあ選択肢がなければいけないというのがあるので、日本保守党さんがそういう形で全国に展開されるのであれば応援しようと思ってるんですが、どうも百田さんが仕切っておられるわけではないと。 NHK をぶっ壊